ウィス、子供のまーちゃんです。まずは今日お疲れ様でした、お帰りなさいということで、ね、学校とか、会社とか大変でしたね。まあそういうところだからって割り切ればいいのかな。どうなんだろう。昨日のあのちょっとあの缶を開けたけど、昨日のね、自殺の件も含めて、ちょっと考えさせられたんだけどね。まあ YouTube をこうね、何パーセントしかやっぱ見れてないっていうところもあるので、なかなか伝わらないのかなと。ただ中高生の親御さんですね、急に我が子が亡くなるということを、本当明日は我が身だとかってよく言うけどさ、やっぱりそれはちょっと片隅にね、頭の片隅に置きながら、ちゃんとコミュニケーション取らないと、何を考えてるかわからないのはそうなんだけど、だけどなんか心配事や学校に行きたくないこととか、そういう風なのをちゃんとお話しできてるのかどうか、それをしてほしいなと思いますね。まあなんだろう、本当難しいけどね。でもね、大人の人たちがさ、まあ、大人としてまだ生きてらっしゃる皆さんにとって、まず親御さんもね、結婚して子供もできて、ね、幸せな家庭を作りたい、もしくは家庭を作りたいと思って結婚もしてるし、ね、子供もできて嬉しいと、そういうことをやっぱり、伝えていくべきかなと思うね。結構この日誕生日を祝ってあげてる時に、毎年同じ話でいいからやっぱり言うことがいいし、ちょうど似たようなこう暑い日とかね、寒い日とか、こんな時にそういえばあんた産んだんだとかさ、そういうふうなことを言っていればさ、意外とうざいと思いつつも自分一人になったら考えるっていうこともあるので、そこら辺はやっぱり、伝えていかなきゃいけないんではないかなっていうことと、あと大人になって大変だとか、苦しいことが多いとか、そういうのは、もうあまり伝えなくていいんじゃないかなって最近私も思いました。苦しいのは当たり前なんだよね、生きるっていうことは。そこが前提だから、だから苦しいから楽しく考えるっていう考えを、小さな時から植え付けていった方がいいんじゃないかなと。苦しくて当たり前って思えばさ、うわーとは怒られたとかとかって言っても、あ、こんなの当たり前のことだから、こういう世界だからっていう感じで、じゃあまずどうすればいいかと、まず早くこれを終わらせようとかさ、
そういうところかな。なんか、考えてて、その人生とは何かっていうところ。そして、その、お父さんお母さんとか、まあ生きている人たち、まだ結婚してない人もそうだけど、なんで生きてるのっていうところだよね。そこでさ、考えることって、自分の頭の中でしか考えてないことって結構多いと思いません？何言ってるかよくわかんないと思うでしょ？でも、例えば、なんだ、体操とかでもよく言ったりやったりしてるけど、まあ簡単に言えば、まあ横になってもいいし、まあ普通に座ってもいいし、まず目つぶって、自分でこういろいろ考えるじゃない。頭の中で。で、考えるのを、ちょっと、イメージだけでいいから、こう、ちょっと、考えるイメージを、こう、頭の中から取るようなイメージで、こう、取っていってみたりとか、心からこう、思いとかっていうのを話してみるっていうイメージをして、そこで、ちょっと、自問自答、ね、自分と、その自分と、こう話をしてみようっていう感じに一回ちょっとやってみるのもいいかもしれないと思います。これは私やりました。そうするとね、ちょっとね、考え方が変わるんだよね。その体があると今生きている物事に縛られて身動きが取れなくて苦しいとかっていう思いが出てくる。だけど体から魂みたいにこう心とか考えとかっていう、まあ魂みたいな、そういう風なのを話していくと、わ、なんだ、意外と自由じゃん、みたいな、どこにも行ける、飛べるとか、いろんなこと考えれるし、考えるんだったら楽しいこと考えた方がいいな、とかって、こう、分離することが意外とできたりするんだよね。で、まーちゃんはそれを分離して、ったときに、あ、なんだ。ただ自分が勝手に固定観念で、自分を縛って、動けないようにしてるだけなんだ、っていうことに気づいたんですよ。で、その考え方は自由だし、何でもいいわけなんですよね。そしたら、楽しいことをだけ考えてた方が、楽っていうか、生きてる意味があるっていうことにたどり着いて、で、その、離れた魂をまた自分の心の中とか頭に戻して、やるんですよね。で、そういうことを考えていくと、考えること、楽しいことしか、あと方法ないもんね。そう思いません？仕事でああだこうだなんだかんだ言われたって、別に怒られるのもね、給料のうちだとかさ、仕事を怒られてなんぼだしって、怒るバカが悪いんだとかと思ってさ、それでいいんじゃない？よくそういうことをまずね、それでクビになるわけでもないしさ、いちいちそんなに構ってらんないし、そういう無駄なものは削る、いらない、記憶しない、流す、忘れるっていう形にすることが一番大事かなと思います。出世したい人はいろんなことを考えてやればいいと思うけど、今自分が悩んでその幸せじゃない、楽しくないっていう人が楽しさを求めるのであれば、楽しくないことを切ることだね。無駄な生き方っていろいろあるじゃないですか。で、無駄って大事だよってあるけど、それって、例えば一郎が言ってたのは、俺もそう思うんだけど、その無駄ってさ、自分でやってみないとわかんない無駄ってあるじゃないですか。でもそれは自分を信じてやって遠回りになった無駄っていう。あ、実はこんな近い距離だったんだ、みたいな。こういう道があったんだっていうのが後でわかるみたいな。そういうのもあるんですよね。だからそういう意味で何が言いたいかというと、考えることで嫌なことは流して
あと楽しいことだけ考える。うん。そう。楽しくて仕事をするっていうことをしないといけないっていうことで、楽しくなかったら、ないで金もらうために来てんだとかっていうのでもいいし。あと、楽しいと思える友達とか人とか、みんな、あれだから、ある意味、いとこみたいなもんなんだよね、実は。うん。こう、歴史をたどっていくと。うん。そういうのが実は あったりするから、こう、共鳴できたり、共有できたりすることがあるんだと思います。あとね、まあ、日本に私学っていうものがないから、あれですけど、まあ、私学って死ぬ学っていうね、私学。まあ、そんなんどうでもいいんだけどさ、もしかしたらさ、明日、まーちゃんが死ぬかもしんないし、聞いてる方が死ぬかもしんないし、知らない人が死ぬかもしんないし、必ず一日には一人以上は死んでるのよ、日本で。世界だっていっぱい死んでるし。だから、その、明日死ぬかもしんないと思った時に、辛いまま死んで、面白くないよね。だからさ、テンプ先生も言ってたけど、明日はないんだよ、と。明日は今日なんだ、と。いずれ寝て起きたって、ね、太陽が昇って日が落ちるって、夜になるって。だから同じだよって。だから今、この瞬間を一生懸命生きて楽しく過ごさないと、ね、体という肉体が、滅びて、死んでしまった時に、あ、もっとあれやればよかった、これやればよかったとかって出てくるんだったら、今、人に何言われようが、あ、すごい迷惑はダメだけど、犯罪とかね。だけど、楽しいと、ちょっと楽しいと思うことを、やっぱり、やっていくことが一番いいと思います。うん。マチャは、結構、なんか知らないけど、小さい頃から、いつ死ぬかわかんないっていうか、まず、うん、死を意識しながら、生きてるところが、意外とあって、だから、自分のやりたいことをやろうとして、いろいろやって、成功したりもしたし、うん。そうでない時もあったけど、うん。でも、思ったらその通りやっていった方が、うん。嫉妬でいろいろ言われるけど、自分がそれで楽しいと思ってればそれでいいんじゃないのって、すごく思いました。うん。それが私の人生なんで、私はこれから、まあ、うつで2年間休んで自分を見つめ直して、もう、なんていうのかな。うん。動くこと、これはないし、言われたら言い返すし、あとは、そう、みんなで、自分で線決めた方がいいと思いますよ。うん。これ、ここまで言われたら、絶対、すいません、お言葉返すようですが、とかって言いながら、ここだったら黙ってないで言い返すとか、喧嘩してもいいから言い返すとか、あとは、ここまでだったらまず我慢しとこうとか、いうのもいいと思います。うん。線引きするのって意外といいと思うな。あと、目標ね、大きな目標とかじゃなくて、例えば、来週の何月何日までに、楽しいことを5個やろうとか、6個やろうとか、そういう目標でもいいし、例えば好きな、まあ、プラモデルとかだったら、これ買うために、じゃあ いくら貯金しなきゃいけないから、それのために目標を向かってやるとか、そういう風な目標をやった方がいいと思う。で、これ何かというと、あれなんだよね。今、都市伝説界隈の中で、2024年、来年と25年が、もう、地球の中での、あ、チャイムになった。変換期で、大変なことになるそうです。うん。うん、そういうことで、まあ、人口が大変少なくなるということですね。あと、地球は2032年で滅亡するとかっていう話もあるんだけども、
まあ何が言いたいかというと、明日死ぬかもしれない、いつ死ぬかもしれないから、わかんないから、死ぬまで楽しく、生きていこうっていうだけ。それだけです。じゃあね、バイバイ。